った。それは水槽がなくて。すげえ。ガンクです。やば、9年前。もう9年経つんですね。じゃあ出会って10年ってことですよね。そうそうそう。2分でバンしました。もうちょっと見ましょうよ。おすすめなんで皆さん。影響力を考えて発言してもらってどうも、長谷川穂積です。今日は、究極参戦が神戸来ていただいたということで、僕のおすすめのつけ麺、広島風つけ麺を、ちょっと、堪能してもらいたいなと思います。初広島風です。はい。おすすめとか何なんですか？これ、本さんがいつも食べるやつは？僕は、普通の並盛りですね。はい、並盛りですね。ああ、並盛りね、はい。で、辛さを選ぶんですよ。で、ゼロは辛さなし。で、まあ、10辛、激辛とか。まあ、辛さは何もでも追加できるんですけど、はいはい、僕はいつも7辛なんです。それでスーラータンメンじゃないんですね。スーラータンメンも実はめっちゃおすすめですよ。うまい。うわ、悩むな。夏だったらやっぱこっちですか。まあ、王道はそうですね。広島風つけ麺っていうと、ね、こうだね。でもスーラータンメンは今しかないです。あ、そうなんだ。夏はやってないけど。それはまたそそられるな。正直めちゃくちゃうまいです。逆にスーラータンメンですか？あ、全然いいです。僕はスーランタンメン、ちょいからネギ大盛りでしょ。ネギ大盛り、はい、絶対です。オーダー。はい、じゃあスーラータンメンのちょいからのネギ大盛り並盛りの卵全部トッピングで、はい、7辛で、はい、30辛とかいい人も全然おる。30辛あるんですよ、何個でもいける。もうもはや辛いだけですよ。いや、でもね、コクあるんですよ。あ、そうなんだ。僕も最初3辛スタートしたんで。あ、そうなんですか。3で、あ、ちょっと辛いな。で、4個で、7が一番自分の中で合う。こっちにだって温かいラーメンでしょ。僕はスープ温か派なんで。あ、まあ、わかります。とろみがあるし。そうです。酸っぱいやつですよね。酸っぱいやつです。え、あ、ちょっと酸いです。酸っぱい、酢のラーメン。酢の酢な。酢の酢。ここは、阪神の選手めっちゃ来られるんですよ。ここですか？ここそうです。だから金本さんもめちゃくちゃ同じ時期ぐらいからずっと来られてる。じゃあもう長いんですか、ここは来て。あ、もうめっちゃ長いです。あ、そうなんだ。ポスター貼っていただいて。まさしく今この並びじゃないですか。ね、本当ですね。ちょっと年取りましたけど。取りましたね。何年前これ？12年？8年、9年前です。うん、やば、9年前。もう9年経つんですね。じゃあ出会って10年ってことですよね。そう。あ、究極さんの知り合いになられたんですよ。2人の関係っていうのは。長谷川さんですか？はい。長谷川さんはボクシング の松田さん、松田直樹さんから紹介していただいて、で、神戸に会いに行ったのがきっかけです。そう。そこからもうずっと山口遊びに来てもらったり、温泉行ったり。そう。もう10年になるんだ。そんな長いか。そうですね。そりゃ年取りますわ。そうですね。10年はすごいっすね。0歳の子が10歳ですか。あ、大丈夫です。あ、大丈夫。若いもん、顔が。あの、長谷川さんの曲を作っていいですかっていう許可を長谷川さんに取って、温泉行ってる時に一緒にちょっと作りたいんですけど、え、嘘でしょって。いや、作りたいんですよ。いや、作ってくださいで、作ってすぐ送ったよね、長谷川さん。 PV も出してもらって。そう、はい、この人見ても一緒に撮って、あれかっこよかったな。あ、復帰した後ぐらいです。すごい。あれから、え、8年ぶりにじゃあ帰り咲いたと。やめて、もう3年です。6年ぶりですか。6年ぶりから。すげえ、すげえな。6年間折れずにやるってすごくない？そしてまた取っちゃうんだから、考えられないですよね。そしてやっぱそこでやめていくじゃないですか、皆さん。まあ2階級もしてるしって。
そこからもう一回行くっていうね、モチベーションがすごいよね。ハガレーを YouTube に上げたときは、3万回再生、まあね、自分のバンドを、はい、ライブを燃え移したら1000人しか見なかったんですけど。これどういうことなんやねん。いや、ちょっと長谷川さんの YouTube ってやっぱボクシング好きな人を見るから、結局ボクシングをしたら一番稼げるわけですよ、その YouTube では。でもそうしないじゃないですか、やっぱりね、仕事と遊びを分けてるから。だから一番遠いんじゃないかな、音楽は。ボクシングを見たい人からすると。そうそう、しかもバイクはね、まあまあバイク好きな人だから。音楽はね、しかも僕が歌ってたらまだ分かると思うんですよ。ベースですね。ベースやから別にそのね、ちょっと前からちょこんと折って。でもすごいですよね。だって最初僕冗談と思ったんで、あのライブするとかね。ああ、そうなんですか。で、まあ冗談で多分すぐ飽きるんやろなと思ったら本当にやってましたもんね。そう夢は、清木さんのライブに呼んでもらって弾くことみたいですね。僕もあの映像を見たんですよ、YouTube。だから1000人の中で弾けるんですけど、2分でバンしました。もうちょっと見ましょうよ。使って。いやいやいや。何ちゅうこと言うの。おすすめなんだよ。影響力を考えて発言してもらってる。おすすめです。おすすめですって言うしか見てないの。山本、もう先は見えたんだよ。先見えたよ。プロデューサー見てるよ。ああ、なるほどね。プロが見たらね。それはでもな。いやでもいいことですよね。好きなことして。夢を叶えて、バンドもして、バイクも買って、役者もして、ロイよね。何でもやってみたいんだな。普通大人になっていったらさ、結構諦めることが多くなっていくんだけど、長谷川さんはどんどんやっていくから、10代の感覚でいけるじゃん。あ、これやってみようみたいな。ちょっと怖くなっていくじゃん、大人になっていくと。チャレンジすることみたいな。その辺はすごい尊敬しますよね。できないもん、そんな思ったことって。行動力がすごいですよね。そんなことないです。やれるうちがいいですよね。落としにくさとか。そうですね、うん、動けるうちに。そうです。4月舞台はどこですか。4月東京です。あ、見に行きます。絶対来ないでしょ。ほら、もうそらがいつもこれなんですよ。2分見ます。いや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 、2分見ます。何でも辛いんだ。うわ、辛さ。いや、これね、見た目ほどじゃないですよ。すげえ。鍋や、鍋。ああ、ちょっと。これが、広島風チキンです。見たことないですか？ない。マジですか？うわ、うまそう。ちょっとお酢をね、まずじゃあお酢なしで。いただきます。いただきます。ちょっとお酒です。じゃあちょっと今日の食レポを見ましょうか。これもうまいですからね。いきますよ。スープからね、辛いです。あ、とろみが。そう、とろみが美味しいです。はい。長谷川さんの。僕ね、思ったんですよ。食レポは。俺食レポマジダメなんですよ。食レポ、うん、絶対何にでもいける言葉一つ見つけたんです。うん、それでは食べますね。焼き豚。豚がいい。あ、うまい。こう歯ごたえがあって、なんかもう。ずっと食べてたら体に染み渡ります。あ、これです。あ、大丈夫です。あ、でも美味しい。体に染み渡るっていうフレーズはマジで全部使えると思う。
か。美味しかったです、本当に。あの酢入れたら全然味変わってます。次はこっちにチャレンジしたいな。これ、サインもらえないですか？全然いいです。この上からします。ああ、美味しい。すみません、ありがとうございます。すごい、時代を経て。はい、申し訳ない。すいません、ありがとうございます。すいません、これに見えます。あ、どうぞ。どうぞ。嬉しい。イビョンホンって。チャンピオン。あ、イビョンホンかな。かかんでしょ。WBC バンタム&フェザーイビョンホン。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。